こんにちは、えのき商店です。今日はキルホーマンレッドワインカスクをご紹介いたします。キルホーマンといえば臭いウイスキーを作る蒸留所がいっぱいある島、アイラ島にある2000年代に入ってからできた割とね比較的新しい蒸留所なんですけれども、そこのねキルホーマンが2014年からワインカスクシリーズをねリリースしております。今までねポートワインですとかマディラワイン、ソーテルヌワインの樽で熟成させたものをリリースしてきたんですけれども、今回はですね赤ワイン、ポルトガル産の赤ワインの名城地として知られるドーロ産の赤ワイン樽で熟成したものをリリースいたしました。でね、キルホーマンって言ったら結構ピートの炊き込みが強くって、これもねフェノル値 50ppm なので、アードベックとかラフロイグとかそれぐらい、まあ、臭い感じのモルトですね。それを赤ワインの樽で熟成させております。で、テイスティングノートなんですけれども、香りがどっしりとしたピートスモーク、ジューシーなラズベリー、チョコレートクリーム、バターで、味わいが蜂蜜の甘みにワインカスク由来のブルーベリージャム、ピートスモークが全体を包み、フィニッシュにビターチョコの長い余韻ということになっております。結構そのワインの風味香りが映り込んでる感じがしますね。で、このキルホーマンのワインカスクシリーズなんですけれども、特徴があってウイスキーでワインシタル仕上げのもの結構リリースされてるんですけれども、初めはねこうバーボン樽でずっと熟成させてきて、最後のフィニッシュ 2,3 年だけワイン樽で熟成させるっていう方法とかがね結構取られてて、なんか化粧した感じとかね、なんちゃってワイン樽みたいな感じで言われてたりするんですけれども、こちらのモルトは全期間赤ワイン樽で熟成してるので、そのキルホーマンのねスモーキーさと赤ワインのベリーさがねこう見事にマッチングした仕上がりになっているとのことです。でね、熟成年数がちょっとわからないんですけれども、まあめちゃくちゃ長いってわけではなさそうですね、色の具合からして。まあちょっとフレッシュな赤ワインの感じもこうほのかに感じながら飲んでいただければなと思います。はい、こちらの商品、えのき商店のネットショップで販売しております。概要欄にアドレスを記載しておりますので、そちらの方からお買い求めいただけます。ご視聴ありがとうございました。